皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はイース10ノーディスクのファミ通紹介をしていきたいと思います。島々に眠る新たな謎を探しに、2人1組で冒険するクロスアクション。本作は主人公のアドルとヒロインカージャの2人をプレイアブルキャラクターとして操作を進めていきます。イース7から前作イース9まで熟成させてきたバトルシステムが一新されたのが特徴です。操作キャラクターを切り替えたり同時に操ったりしながら戦うクロスアクションを導入しています。探索時はソロモード、強敵との戦いではコンビモードと状況に応じて2つのモードを使い分けて険しい旅を乗り越えていきましょう。2つのモードを使い分けオベリア湾の謎に迫ります。基本的にはスピーディーなソロモードで冒険を行って強敵との戦いでコンビモードを使います。スキルなどは前作を踏まえているようです。先日公開されたイメージボードでアドルとカージャが謎の石碑を見上げています。海洋民族ノーマンとの交流や謎の文明との出会いを暗示しているものらしいです。シリーズ初の保線港モード、保線を操って海洋を航行するモードがシリーズで初めて採用されています。ただ海原を進むだけでなくて海賊船をはじめとした敵対者との海戦が発生することもあるようです。海戦では船の側面にある大砲で攻撃を行って船の向きなどを考慮する必要があるなど、これまでにない戦略性も楽しめます。バトルではない特殊なアクションイベントもあるようです。港町カルナック、オベリア湾海岸にある地方都市ですが、ロムン帝国とバルタ水軍の板挟みで町自体に主導権はなく、特に若い住人たちの間で町長に対する不満がくすぶっています。ロムン帝国はバルタ水軍に遠慮してかさほど介入してくる気配はありません。そのためイスパニ人も出入りしていて、交易によって独自の経済圏、文化圏を形成しています。というわけで今回はこの辺でイース10ノーディスクのファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。